パリ万国博覧会パリ万国博覧会会期中に行われたシトロエン提供のエッフェル塔のイルミネーション現代産業装飾芸術国際博覧会とは1925年4月28日から11月8日までフランスのパリで開催された国際博覧会である現代装飾美術産業美術国際博覧会ともパリで開催された 国際博覧会では6回目となる。セーヌ川左岸のアンバリッドの前に広がる広場から、アレクサンドル三世橋を経て、セーヌ川岸のグランパレ及びプティパレまでの間が会場となり、パビリオンが林立した。開会式は4月28日に開かれ、閉会の10月末までに1600万人以上が訪れ、会期は11月8日まで延長されている。 パビリオンが立ち並ぶ会、会場風景会場風景この博覧会には、アールデコ博覧会との略称もある。これは、博覧会の名前のうち、アーツデコラチーフスの部分の短縮から来ている。この博覧会で出品された、服飾品や建築に見られる、同時代の成功で、官能的な装飾芸術やデザインを言い表すために、アールデコという言葉が登場した。 この博覧会で出品された装飾芸術作品は古代、エジプトなど古典古代の芸術、欧州各国の植民地となったアジアアフリカ地域の装飾、アステカの芸術、日本の装飾文化などから特有のモチーフや大胆で幾何学的な継承を取り入れて異国性や官能性を表現した。さらに自動車、豪華客船、飛行船といった機械や ラジオ、映画という新たなメディアの普及により生活が激変した狂乱の20年代と呼ばれる時期のフランス社会をも反映していた。純粋美術、応用美術、建築の分野で次々と登場していた国際的な前衛様式や新たなアイデアもアールデコには反映した。一方で国際的前衛様式に対する反動として起こった古典主義への回帰や ヨーロッパ各国の国民的伝統様式への回帰も反映している。流線型を使ったストリームラインモダン、装飾的キュビズムに橋を発する水晶や結晶のような掘り面や構造、機械の速度を思わせる放射状の直線、大胆に様式化された噴水や稲妻の模様、古代エジプトやアステカのモチーフ、繰り返される幾何学的な形態などはこの時代の代表的な デザインモチーフである。ルネラリックの水晶の噴水20世紀初頭のフランスでは近隣諸国でドイツ工作連盟に代表されるようなデザイン教育の組織化や工業の大量生産化に応じたデザインの開発が進行する一方でフランスの産業デザインが取り残されることに対し危機感が高まっていた。そこで装飾芸術の進行のためまた フランス製品の独自性や優位性を内外に示すため、装飾芸術の国際博覧会を行うべきだという主張が起こった。1900年パリ万国博覧会直後から、装飾芸術博覧会計画はあったものの、装飾芸術のあり方をめぐって、デザイナー同士の対立や大量生産を行う商工業者と、デザイナーとの対立が起こり博覧会の方針が、 定まらず、第一次世界大戦勃発もあって、博覧会は延期となり、戦後の1925年になりようやく開催された。展示は、建築、家具調度、衣装、送信具の3分野に分けることが戦前から決まっていたが、戦後の1919 19年に、博覧会計画には、デザイン教育を中心とする、教育と、イルミネーションや、広告や、 ショーウィンドウなどを対象とする、劇場、通り、庭園の芸術の分野が加えられた。この博覧会で意図されたものは、富裕層向けの一点制作である、従来の装飾芸術と、現代の大量生産社会や、消費社会との調和を取ることであった。しかし実際に出展された作品の多くは、富裕層を対象とする市場に向けた一点ものの、 ファッショナブルで贅沢な服飾品や室内装飾であった。また、エッフェル塔のような記念碑的建築や鉄道などの都市、基盤整備、抜本的な都市改造計画は、この博覧会のために行われることはなかった。代わりに、会場周辺やエッフェル塔などパリのランドマークや、通りに対して装飾的なイルミネーションが施され、既存の都市の表面や、 建築のファサードを華やかに彩った。毛皮、グラス、香水、貴金属などを扱うパリの高級な婦人服店や宝飾品店によるショーウィンドウをアレクサンドル三世橋の上に多数仮設し、最先端の店舗デザインを披露したブティック通りは生産でなく消費の文脈で作品を展示し、ショッピングと博覧会を融合させたこの博覧会を、 象徴する存在である。橋は夜になると、イルミネーションとセーヌ川に作られた噴水で彩られ、各国からの裕福な観客は、橋の上のショーウィンドウに飾られたオブジェや、高級服食品を堪能して、華やかに証明されたパリ各地の高級地区で買い物を、して帰っていった。この展覧会で、フランスよびパリは、第一次世界大戦後もなお装飾芸術の世界。 適中心地であることを誇示した。会場には参加各国やフランスの様々な企業、団体による150ほどのパビリオンが立ったが、会場の3分の2はフランスの様々なパビリオンが閉め、それぞれ過去の作品ではなく、現代にデザインをされ制作された最新の製品が展示された。パリの4つの大手デパートがそれぞれ出したパビリオン。 フランス装飾芸術家協会がフランス大使館をテーマにし架空のフランス大使工程を想定して展示したパビリオン著名な家具デザイナーのジャック・エリック・リュールマンらが架空の美術コレクターの家をテーマに手掛けたコレクショよルパビリオンなどは主なものであるこれらのパビリオンには贅沢で滑らかな素材を手作業で一つ一つ仕上げた高級な家具や衣服が並んだ各国のパビリオンは それぞれの国の国民的伝統を強調しながら、前衛的芸術やデザインを反映させた展示を行った。オーストリア館は、ウィーン分離派やウィーン工房の中心メンバーの一人であった、ヨーゼフ・ホフマンが手掛け、フレデリック・キースラーが展示に参加している。オランダ館は、植民地インドネシアの工芸品に由来する、異国的なデザインを展示し、他のヨーロッパ諸国同様ポーランドも、 ナショナリズムや国民的伝統を背景に民族芸術に基づくデザインを数多く出した。ポーランドのグラフィックデザイナーはこの博覧会で躍進し、ロット、ポーランド航空が現在も使用するロゴを1929年にデザインしたタデウシュ・グロノフスキも受賞している。フランスがこの博覧会で大きな存在感を示したことにはドイツと アメリカ合衆国の不在がある。旧敵国ドイツは、この博覧会に招待されず、招待通知が届いた時期にはすでに準備が間に合わず、不参加となった。第一次世界大戦後、世界一の大国となりつつあったアメリカ合衆国は、参加を辞退した。ルコルビュージン設計のエスプリヌーボー。 パビリオンコンスタンチン・メイリニコフ設計のソ連パビリオンこの展覧会で異彩を放ったのは装飾的とは言い難いモダニストであるルコルビュージエが手掛けたエスプリヌーボーパビリオンと構成主義者のコンスタンチン・メイリニコフが設計したソビエト連邦のソビエトパビリオンであったこれらの館にも家具や絵画は展示されていたが建物自体も展示品もより簡素でより前衛的であった コルビュジエとメイリニコフの装飾を配した建築は批判と絶賛を同時に浴びた。批判の声はこれらの建物がリュールマンのコレクションルール館や装飾芸術家協会のフランス大使館などと比べあまりにも剥き出しであることに集中した。コルビュジエのエスプリヌーボーパビリオンは白い箱型の建物で壁面には大きなガラス窓と四角い穴があった。 中には大きな窓のある真っ白な吹き抜けの居間や寝室、台所などがあり、穴は居間に連続して設けられた同じ屋根の下にある半屋外のテラスを外から見た姿だった。装飾はなく幾何学的形状しか用いられていないが、その分建物を外から見た際の凹凸や内部空間の多様さで表情が与えられていた。このパビリオンは モダニズム建築の簡素さだけでなく、コルビュージュへの唱える幅広い思想や理論がこのパビリオンに結集していたことが今日でも注目される。エスプリ・ヌーボーは彼が1920年に創刊し、建築思想に関する論文を掲載した雑誌の名である。館内ではボアザン計画が展示された。フランスの先駆的な飛行家、ガブリエル・ボアザンの名を取ったこの計画は、 同一の形をした高さ200メートルのガラス張りのマテンロ群と低層の長方形のアパートが規則正しく並ぶ街並みにより建物が密集したパリのセーヌ川右岸一帯の市街地を置き換えるという都市計画であった。後に輝く都市へとつながったこの計画はパリでは実現することはなかったものの建築界に大きな影響を与えた。 またこのパビリオン自体も一戸建てを構想したものではなく、元は彼が1922年に発表した集合住宅イムープルビラの一単位分であり、これと同じものを多数横に並べて四段に積み、一外区分のアパートを構成する計画だった。このパビリオンは彼のより大きな都市計画の中のアパートの一単位分だけが実現したものである。 コンスタンチン・メイリニコフにより設計されたソビエトパビリオンはアレクサンドル・ロトチェンコの設計した労働者クラブと並び、ロシア構成主義建築の代表例の一つとなった。メイリニコフのソビエトパビリオンはこの博覧会でグランプリを獲得した。その他、ソビエト勢ではバディム・メラーの舞台美術が金メダルに輝き、 グフテマスに属する学生の作品もいくつかの賞を受ける躍進を見せた。日本パビリオン日本も欧州列強中心の外国パビリオンの中で唯一のアジア勢として和風パビリオンを出した。日本は関東大震災直後で復興の負担が重くのしかかっていたが当時の国産品貿易不振を打開し美術工芸品の輸出を促進するため出展を決意した。 日本は独自パビリオンの建設は行わない予定だったがアメリカの出展自体を受けたフランスの働きかけでアメリカ間の予定地だった一等地を確保した一方国際審査員として博覧会に招待されていた津田忍は日本の展示作品や展示方針を批判している日本のデザインの非対称性や大胆さがアールデコに 大きな影響を与えていた一方で、日本館は、小僧院風や桃山風の緻密で精巧な、装飾刀な工芸品を出品したため来館者の評価は高くなかった。また各パビリオンが、モデルルーム風の展示を行い、家具や装飾品を使って、テーマに沿った一体の空間を構成していた中で、作品を雑多な順序で漫然と陳列した。 日本パビリオンの展示は大きく見劣りした。須田忍は当時の日本の作品は技術的には優れているにもかかわらず、デザインは解雇主義的で停滞し、現代の潮流から完全に取り残され、関係者の認識も甘いことを批判した。彼は帰国後、若い工芸家たちに葉っぱをかけ、現代という時代を意識して制作することの必要性を強調した。 1920年代後半には日本でも幾何学的衣装や機械時代の美を取り入れた工芸作品が構成派と呼ばれ接見することになる。当時の日本は急速な産業化や関東大震災で都市風景が激変しており、工芸家たちは社会背景が違うフランスのデザインをそのまま受け入れることには抵抗したものの新たな都市風景から感じ取ったモダンな美を表現する。 手本として、アールデコを活かした。1925年の博覧会では、装飾美術的な庭など、ロベールマレステバンスやガアブリエル・ゲブレキアン、ベラ兄弟らが、敷地に対する表現を、コンクリートやペルシャ式、パラダイスガーデンで表出させた。ゲブレキアンの水と光の庭は、デザイン的にも、非常に際立ったもので、会場の中央遊歩道に接する三角形の敷地に、 押し込まれたその庭は、その敷地の三角形を主要なモチーフとしている。マレイコールステバンスの庭と、ちょうど敷地が、タイになる位置、エバリド・エスプラナードに沿う、小さな三角形の敷地に位置した。ここに、草花とガラスを用いて、タブロー・ジャルダンの傑作を生み出した。彼の言う絵画的模倣から影響された、同時世紀の三角形が織りなす、幾何学に、 芝生斜面と色鮮やかな地比が整然とはまり込んでいる。これは海遊の庭ではなく、干渉の庭であり、傾斜する花壇を形成する三角形のモチーフは、分割された池やガラスの手すりから、実際の視界まで全てに認められる。三段に積み重なるプールの底には、ロバート・デロネーの手により、青、白、赤の円が描かれ、大きなハーレクイーンの花模様は、 女中菊の朱色とアジェラタムの青が色彩対比を作り出す。この庭の作り出す2.5次元空間において時間と運動は多面体のガラス球の回転や噴水、捕食関係にある色面のもたらす繊細な視覚的揺らめきによって現れてくる。この幾何学と色彩の作品は2年後のノエールのノエイユテイの三角形の庭においてさらに探求されることになる。 近代庭園の重要事例は、この博覧会以前以後にも制作されているが、この博覧会後無数の庭園関連の出版物が現れ、庭園のデザイン領域に重要な展開を与えた。その後生まれイコールステバンスラと共にこうした作品が、近代のアバンギャルドなジャルダン、レローズルージュとして脚光を浴び、以降注目を受けた3つのキュビズム的庭園は、 こうして、記憶の中に万人に留まることとなる。ありがとうございます。